皆様、こんばんは。本当に今日はもう寒くなっております。年末もいよいよ近づいてきまして、なかなかこのいかがでございましたですかね。今年は、良いお年でございましたでしょうか。この間からお茶のことをいろいろとね考えておりますんですね。釜とね、実はねその釜とお鍋がどう違うのかということをね、いろいろ考えますと、やっぱり茶釜に来るんですね。じゃあ茶釜ってどういうことなのかななんてね、それでまあお茶のことをいろいろ勉強しておりました。そしたらですね、この千利休さんのね、お師匠さんのこの竹野女王さんっていうね、この方がとっても偉い方なんですよね。そのことをね、一つちょっと面白いので、ご紹介方々ちょっとね枕に、ちょっと長くなりましたけどね、したいと思います。どうぞ、それでは、高野丈さんのことをねちょっと、ご説明したいと思います。それでは、さて、ですねこの、受験勉強をね控えた人、若い人なんかがですね、押し手にどう接したらいいかなんてね、そんな、たまたまですねこのキウイを、たくさんいただいたんですね。庭のキウイかな何か、まあうちのね庭のキウイは、前にも植えてたんですけれども、このカメムシがね発生しましてね、それで、私の母がもう虫嫌いでね、もうカメムシがそこにいっぱい出るってね、でキウイ切らされたんですけど、まあそんなことからキウイ送ってもらって、まあありがたかったんですけども、そのキウイの、送り主の方がその受験勉強がなんか控えてる方がおられて、興味を持っておられると、まあそういうことですとね、まあ、ねこの押し手なんてのはねちょっとねいつになったら花が咲くかとね、まあ古今洋蘭校の山桜の絵はがきを送りましたが、この、まあ、配布たくさんキウイをありがとうございますと、押し手はいつ、持ってどう開花していくかはこれはまだまだ視界にも入っておりませんので、まあ、しかしですね、こんな大切なもんでありますから、まあ、私としてはまあやれるだけのことはやっておかねばならないということでございます。そんなことですので、この押し手につきましてはですね、教養程度にお考えくださるとよろしいかと存じ上げます。まあ、そういうふうな、ふうにこの理解していただくと良いのかと思いますですね。もうとにかくねこの、押し手、私は押し手と言ってますが、まあ基本的にも、まあ、最低はホツマのね、原文はすらすら読めないと困っちゃうんですが、まあ、ホツマホツマって言ってるような人はもう大概も直訳だけでね、どういうふうに現代文に直訳するかと、まあ、そればっかり言うんですね。そうしますと直訳の意味不明のこのるつぼにはまっちゃうんですね。そうしますともう本当にもう見るも無残な、説明文というか直訳文なんですね。そんなを見ますとね、どうしても、まあ、これは偽証だ偽証だとね言われちゃうんですね。まあそういうふうなこのおかしなね混乱がまだまだ続いていくわけでございますね。それでその大混乱を抜けるのは源氏の原文でのこの親しみをちゃんとこの原文道徳をやって、ホツマ辞典なんかを見てね、それでこの押して時代のこの言葉を、その要領に基づいてちゃんとや見ていくと、まあ、そうしますとね、恣意的な読み方やるで、まあ、そういうことじゃございませんですね。ちゃんとその押して時代の源氏原文に、即し、そして要領、押して文献内の要領の、あちらこちらをすべてこの調べてた上でこの勘案していくと、一番冷静なやり方だと思いますね。それを恣意的ななんてね、まあ、反日的な人たちは、まあ、いろんなね悪口を言うわけでございますが、どうぞこの「ホツマ辞典」で、やっておりますこの「源氏原文」に基づき、そして「押して文献」内でのこの要領に基づいて、考えを進めていくと、まあこれは、誰から見ても間違いのないやり方だと思いますですね。
さて、ついでながらちょっと余談を、入りますが、この、私たちのこの日本の歴史というのは本当に長い長い歴史でございますのでね、どういうふうに、私たちがこの歴史を、ご先祖様がですね、歴史を紡いできたか、これは、新規の新しい技術がこう導入されましたりね、国内で、できました技術もございますが、要するに新規のこの技術による革新、改革がこう、起きますですね。そうしますと、これはとってもいいからということで、復旧するわけですね。それを、取り込んでから、ある程度してから消化してから、そしてこの我が国風になんかにこのアレンジが始まっていくわけでございますね。現代で言いますと、このコーヒーがですね、嗜好が、コーヒー美味しいからね、あの香りはいいですね。それが当初はドリップやってましたね。ドリップやと本当にこのなかなか一杯のコーヒーを入れるにも時間がかかると、なかなか大変です。それからこの缶コーヒーがですね、本格的に、一般的に売れ出すということができたのがこの UCC さんのこの上島コーヒーさんからのこの開発から始まったんですね。今ではもう缶コーヒーのこのシェアがかなり多くなってます。これはもう日本で独自に進化したというものが缶コーヒーでございますね。今はもう世界各国にも各地でも缶コーヒー作ってますけどね。それがですね、さらにちょっとまた遡りますと、このお抹茶ね、お茶の習慣がのこともございますね。この古くこのお抹茶というのはその鎌倉時代あるいはその室町頃にこのかなりこの流行したんですね。それは健康に良いからね。そしてこの嗜好の面からやっぱり美味しいんですよね。美味しいお抹茶というのは、それからこの茶道にこの和び茶の方にね、今発展しても今、お抹茶というと茶道とね、まあ、結びついておりますけども、もっと古い時代のこの、鎌倉なんかはね、もっともっとね、今で言いますとこのドリップ形式のコーヒーみたいな感じで本当にこの、お金のね、たくさんある方、もう本当に贅沢品だったんですね。それが今はもう茶道というふうなね、本当に道という感覚ですね。現代に特に有名なのはもう皆様ご承知のようにこの、千利休からの始まったこの三千家がございますね。武者の工事流の関係は、この私はもうなんかご縁がございましてね、この、武者の工事のこの関係庵の方で、昔ずっとこのお勉強させていただいております。茶筅もね、すすだけをずっと使ってますが、その他の、表千家さんね、しっかりしたところですね。で裏千家さん、これはもう本当にもう賑やかにやっておられますね。そういった三千家がございます。その、元を築かれたこの千利休さんのこのお師匠さんがおられるんですね。竹野女王さんといって、この方がですね、本当偉いんですよね。このことをちょっと説明、脱足になりますんですが、説明をさせていただきたいと思います。そこにはですね、天照神へのこの回帰、死母がですね、読み取れるんですね。そういった意味からこの竹野女王さんというのはとっても偉いなというふうに、私も思っておりますところです。さてですね、こういったこの技術の革新から、我が国風に対してのこのアレンジが始まるということは、遡って考えますとね、これは稲作についても言えますことなんでございますよね。ね、この、今主食がこう、お米だとなってますけども、本当に、主食がお米なのというのが、その糖質制限という考え方が今、健康面から出てきておりますけども、江部先生とかね、夏目先生が、主張してやっておられますが、そこに考えますとね、これはまたいわばこの我が国風にのへのアレンジ、この、国とこたさんへのこの、ね、この時代のこの、回帰かなというんですね。そういうふうにも考えれるわけでございますね。まずこの稲作のことを考えますと、四代目の天神のこの宇比地二さん、須比地二様の時代にこの稲作が始まったんですね。これは、仏間辞典のこの年表を見てもらいますとね、天神の表でもよろしいですが、それを見てもらいますとよくわかりますですね。そして七代目の天神のこのイサナギ様、イサナミ様の時代にはですね、もう蓄力の、
牛を使ったり馬を使ったりね、そういったこの工作、畜力工作が始まってますね。大規模に、稲作を始めた。この頃からもう、お米が主食という時代がだんだんと近づいてくるわけですね。そして、8代天が、のこの天照神ですね、天照神の時代には、豊かになってきたとともに、そしてそこにおいてこの日本への回帰ですね、日本回帰が始まるんですね。その動きがこの場合、この日本というのはまあ今の読み方ですね、まあ、日の本と言っちゃ いればいいよろしいんでしょうけども、この場合の日の本、日本はですね、国徳太子さんの時代性へのこの回帰だったんですね。国徳太子さんの時代にはもちろんこの、お米のこの稲作以前の時代ですね。そうしますと、何食べてたんでしょうね。ね、わかりますね。お米が主食ではなかったということだけははっきりいたしますね。稲作以前の時代ですからね、長い長い、時代をこの、私たちのこの国徳太子さん、国家を建国なさってからずっと長い長い、時代におきましては、お米がなかった、ね、主食、お米は主食ではなかったという時代が本当に長かったということをね、天神の表なんかを見てちょっとこう見ていただきたいと思いますね。そういったことから、日本回帰ね、この、我が国のこの本当の源流は何なのかということを、見ますのに、ちょっとねこのお抹茶のことをね、竹野女王さんのことをちょっと見ておきましょうね。この、竹野女王さんっていうね、これはとっても偉い方なんですね。千の総益さん、この利休さんへのこの教えの文がございましてね、この詫びの文、この詫びの文とはですね、詫び状のことじゃございませんでね、この竹野女王さんがこの、54歳で、逝去なさって、お亡くなりになってるんですけどね、この時、千の利休は34歳、まだまだね道を求めてこのさまよってた時代ですね。その、利休さん34歳、ちょっと手前ぐらいのところでしょうかね、この文をいただいたのは。つまり、20歳年長のこの竹野女王さんはこの利休さんにこの教え悟してるんですね。悟しの歌、教えの、文がこの竹野女王さんのこの、詫びの文だったんですね。これはこの戸田、左の方ですね、戸田勝久さん、この、平成18年にこの竹野女王さんというこの本をですね、中央公論美術出版から出しておられまして、そこに出てるところですね。これは桑田忠親さんのこの新州茶道全書から引いておられるところですね。なかなかこの詫びの文がね、どこに一番のね元の文があったのかというのをね、探してもなかなか元のところがないんですね。一番まあ江戸時代の中頃の、方のこの、写本を、この戸田勝久さんが見つけたという、ことからこの、ちょっとこうね、筆を起こしておられるんですけど、とにかくこの、女王詫びの文を読んでいきましょう。ここはとっても素晴らしいんですよね。詫びという言葉は個人にもいろいろに歌にも英字けれども、近くは正直に慎み深くおごらぬ様を詫びという、これが結論ですね。正直に慎み深くおごらぬ様を詫びというということですね。一年のうちにもこの10月こそ詫びなれということも言ってますね。定家教の歌にも藤原定家さんですね。偽りの泣きをなりけり神なつき他が誠よりしぐれ染めけんと読み取りけるも、定家教なればなり他が誠よりとは心言葉も、及ばぬところをさすがに定家教に恩いらせ候物事の上にも、上に漏れぬところなり茶事元勘挙して、物他を楽しみおるところへ、知人とぶらい来て、茶を立て、もてなし何かなど、花を生けて慰み候物、する姿にて候物死へよく、開き聞き、置き候物に一つとて心離るる、所作はなしこれも
心と心のつかぬところにもてなす心を本性というなれば、我知らずに良きところにかなうところが奇妙にも言うべきなりと、仰せありがたきことにて候。我が身はただ人にて、まし増さず候。聞く耳、見る目、知りうるものあれば、一分の明徳曇りなく候。我らは心にて徳と合点して楽しみ候来ども、口下手にて言われ、申さず候。言葉に表すその道の本意は、落ち申してあらわに聞こえ候ものにて候。天下の詫びの根源は、天照御神にて、火の国の我が国の、大君にて大主にて、金銀、主玉を結局ですね、天下の詫びの根本は天照神で、あらせられるということを、女王さんは言ってるんですね。金銀、主玉、つまりこの金銀主玉を散りばめた殿を作っても、これはですね、室町の時代ですんでね、金閣寺、銀閣寺なんかを言ってるんでしょうね。金銀、主玉を散りばめ、殿を作り、そうらえばとて誰あって叱るもの、これなき僧侶につまんないでしょというわけです。天照神があんなにお偉いのに、こんなに金閣寺作ったから偉いって言うわけじゃないでしょというわけですね。かやぶき、黒米の、お供え、その他何から何までも慎み深く、おこたりたまぬ、御こと世に優れたる茶人にて御いらせ僧侶。古きを捨てず新しきを求めずというところ寛容にて候。今さえ古きを求め宝となす風俗にて候らえば、嘆かわしい嘆かわしい。高台にては影も形もなくなり、秋人の技になるべき申すべきと意図悲しく候。詫びという文字、空報詞、空報詞は、おそらくこの何て言いますかね、この弘法大師のことでもあるかも分かりませんが、それよりも、まあこの当時のちょっとね、先輩なんかのことを言ってるような感じですね。空法師、幾日か工夫将来ども拉致、飽き申さず候ろ、ね、先輩たちがいろいろ考えたけどよく分かんなかったよということだと思うんですね。本来もののなき人は、つまりこの本来のこの、ね、心のなき人は、手に入りかね申す、べくということですね。心のある人ということではなかったら、結局詫びというのは分からんではないかと、穴かしこという、のが8月5日のこの文ですね。大黒庵というのがこの、竹野城さんのこの大黒庵というわけですね。宗益さんにこの進めたこの文ですね、この教えた文ですね。なかなかこの、竹野城さんのこの教え、つまりこの、茶道というものはですね、この、お茶を飲むね、抹茶を飲むという、このやり方がこの、大陸渡来のものでとっても良いなということがあって、その鎌倉あるいはこの室町頃にはですね、この唐物をですね、もう贅沢三昧にこの、これはどこの、すごい宝物だと、大陸渡来のすごい宝物だ、これはペルシャのすごい宝物だなんてね、こう、やってたんですけども、それじゃないだろうというのが、竹野城さんが言ったんですね。この、掛け軸にしてもこの、竹野城さんはこの藤原定家さんの、ね、この書き付けを、こう床の間に飾って、それで茶事をやった。それまではね、そんなこの我が国のものなんて書けなかったんですよね。全てこの唐物、渡来のものを尊重してたんですけども、竹野城さんは、一切その唐物を廃し、我が国のものだけでこの、お茶をやっていいじゃないかということを
やりだしたのが、これが竹野女王さんだったんですね。その根幹は何かというと、天下の侘びの根本は天照御神にてあらせられるというその、ご理解だったんですね。これこそが、日本回帰、ね、竹野女王さんが本当にこの唐物を廃し日本回帰をなさったという、そこに、とってもあ偉いなというふうに私もこう思うわけでございますですね、そういうことでございます。どうぞよろしく。さてこの骨松祭の19綾にはこの2つの綾がね合わさってます。乗馬の綾は2つあるんですね。初めの方を A の綾と、そして後の方を B の綾として区別してます。はじめの方は8代天照神のこの宮開きに際しましての、時のことですね。骨松祭の6綾を、よくよく見ていただきますとよくわかります。この時にですね桃屋納めになりましたのがこの小走さんだったんですね。で小走さんはですねこの天照神のこの、まあどう言いますかね、もう 軍事的なこの、もう主力のこのところですね。天照神をどう守るかというところにもなるんですね、そしてこの桃屋納めになった、応接があった小走さんは、どうやってこの天照神の、ね、元に、職責を果たして仕えることができるか、そのために天照神のこのおじい様であった豊家神様にこの乗馬の技術を習いに北上の宮まで、行ったんですね。そしていろいろとこの教えてもらって、そしてさらに小走さんはいろいろとこの練習をなさってね、そして、高度な技術もこの身につけられたんですね、それを、たくさんの人に教えて祖佐能さんなんかも、教わったとなってますね、そしてこの天照神の元、時にこの畑の大乱が起きますが、これを、無事に平定し得たのはこの小走さんがこの乗馬の技術をみんなにこの教えて、そしてこの乗馬がこの行き渡っていたからなんですね。そのおかげで畑の大乱がうまく収めれた、大きな功績を小走さんが成したということですね。そして後の方の B の綾、今回これをやりますが、9代のこの押尾美美さんの宮開きに際しての時のことから始まりまして、そしてこの10代の弟の方のこの新根さんもですねお習いになってるんですね、その時のことが詳しくこの B の綾で出ております、この高彦根さんがこの桃屋を納め、そして後には、桃の君としてね、お褒めになられるんですけども、この、あちすぎ高彦根さんのことですね、つまりこれは、祖佐能さんのですね、祖佐能さんのこのお子さんのこの、大年、大名虫さんですね、大名虫さんの子供さんが、あちすぎ高彦根であるわけですね。つまり串井子さんの兄弟ということになりますね、それを、じゃあ19話の B の方参りましょう。さて、それでは 19B あやですね、 19B を参りましょう。のりのふみてるたえのあや、ふそいすすももみそえだの、としさなと春の初日に、よのひつぎみこおしひとに、ゆずります、雨よりいせにおりいます、ときにつきすみおおくまとひつめ、青駒立てまつる、神おもしろく、神は天照神のことでございますね。神おもしろくおほすれは、熊とにたまふ宮へには、ぬえ足持ちががさくさも、ごげう運べないたひらっこ、すずなすずしろすせりなつ、この七草にのぞくなり、桜葉なればまたのおもち、こかねひつめの黒駒を、高木が引けば。
立てまつる三つ宝間内に三つ宝ですね三つ宝間内にのりみゆきしばしば祭りきこしめすこれ空曇りあらさりき年経て後に二きねのみゆきほつまの見張りなるのりのりめせばお走りが技を受けたる高彦根ちみちは安くあれいつの技はえがたき桃地旅整えねりてこれを売るまず知る馬の生まれつきあらましとかんひたかみはししたくましくゆるやかてやや人としにのりなるるちみちののちはあれのりやつくしのむまはすこやかにいるくなるるもとしなかばはせいつかけもなかなれやまたこしくにはたくましくしし仲慣れに急ぐゆえ身をつき慣れていつかけも慣れと急ぐは怪しいあり南の馬は小さくて年慣れ早く根が薄くいさおしならすしかしまた強き弱きも種により毛色に分かつよしあしも育ちによりて品変わる。よく乗り慣れてこれを知る。無馬持ちいる持ちゆるは稲虫か。秘密のなせる災いも。はや乗りなして。のそくなり、もし乗りをかすものあらば、手には剣を持つゆえに、靴輪の綱は明る耐え、絹は用いず、縮み布の縮める言うて、やた二つ、その三つつきを輪にゆひって、手つきを腰に挟み呼ぶ、この二筋を右左、腰のひねりに綱を引く、無間の心に応えてぞ、耐えなる技を、なすたとえ、雨土つなぐ中苦心の、息につき日の、長短春秋となす、身をやかみ、かく腰使う明るたえ、技を思わば、暮らしきって、行きつ、もとりつ、むそ歩み、足取りを見て、後に乗る。ちみちのあふみかなつくりかけはおさしのつりなわもいつきみじかくじみちにははるびゆるくていつゆびのとおるほどよしいずかけははるびゆるめずちとしめてしとなめきつなむながいもしおでにそえてくつわつなひとたけむたのなかほどをきつなに添えて靴はみの輪に言う橋を待てに持つ待てとは両手ですね待てに持つあた走りなき人抜き間またてるたえは竹むたのその水つきを待ての輪にゆいて中持つ明るたえ抜き間をかぬるてるたえや無間の定めは目鼻よりお骨やたの筒たちは板息のりをはつき持ちさつきいつかのことほぎののりにかけたは怪しありたとえふとくとやつ委員の割合かがえたまふべしここに見まごの地道よ、地道乗り、乗り慣れ練りって、あれ乗りも、ひつみ、月経て、ついに得て、また、伊豆乗りを、
年重ね技得たまえばみことんのりいつの押し手を玉ひけり高彦根には二あれの押してたまえば子も孫も無間の君なり。二あれとはですね、今の、日光がございますね。日光大権現、東照大権現ですね、この日光さんのですね、この日光の奥の方のですね、二荒山神社というのがありますね。このもともと二荒というね、この名前がここにございまして、二荒が、漢字に訳しますとね、二つの荒れる、二荒神社となり、そして、そこから東照大権現にね、日光になったわけでございますね。その、元がこの二荒のことだったんですね。もう一度参りましょうね。二荒の押してたまえば子も孫も無間の君なり、薬には瞳駒膝お花くず土人エバは豆はごそ、いつおばしりと高彦根、二荒神と木晒しへ祭る乗り弓ならふころかな。さて、こういうふうに19あやの B で、見ましたように馬術のこの技術ですね、これは豊家神から、おはしりさんに、受け継がれ、進められたわけですね。さらに、高彦根さんに、受け継がれて、そしてもうかなり進んだわけですね。こういうふうに馬術の技術も進んできたわけですね。さて稲作の技術も見ておきましょうね。それは四代のこの天神の宇比地様、末比地様の時代に始まったわけですね。そしてこの八代の天照神の時代に、日本への回帰、これが図られていったわけですね。さてそれじゃあですね、お茶はどうだろうかということですね。お抹茶の方もですね、これも考えてみますと、先に見ましたように、三千家、武者の工事家、環境案ですね、それから表さん、小倉さんがあって、その、千の利休のですね、この侘び茶会期、これは、竹野女王さんがこの天照神のこの会期志望があったわけですね。これが重要なところですね。さて、ここにですね、よくよく考えてみますと、現代に至りまして押して文献の出現があって、研究がこれほど進んできたわけでございますね。そうしますとですね、お茶の世界にもね、また新しくこの本当のこの日本回帰があってしかるべきではないか、つまり、常世流とか言ったようにですね、この国とこたしさんのこの常世の精神、天照神ももちろんお偉大ございますよ。しかしですね、本当にこの我が国が、国家が樹立、なさった、ね、その、その源流は何か、それは、都の推し手によっての常世のこの国のこの建国、これが、一番の重要なことではなかったかということですね。そうしますと、常世流というふうなこのお茶の、流派をね、新しく立てなくちゃいけないと、まあ、そういうふうなことにもなるわけでございますですね。